シュトルツェナウは、ドイツ連邦共和国ニーダー作戦州のニーンブルク、ベーザー軍に属す、町村である。この町は、ザムトゲマインでミッテルベーザーに属しており、その本部所在地である。シュトルツェナウは、ミッテルベーザー地方のミッドレーザスベーザータールの湿地と砂地の土地に位置する。軍庁所在地、ニーンブルク、ベーザーの南西にあたりベーザー川左岸に面している。 北は、シュタイアーベルク、東は、ザムトゲマインでランデスベルゲンと境を接する。南東は、ノルトライン・ベェスト・ファーレン州との宗教をなし、南西から西にかけては、ザムトゲマインでウフッテと接する。この町は1974年3月1日の、地域再編で以下の集落が合併して成立した。また、これ以外にアルター・カンプ、ベーテル、ゼーゲベルク、 高連イヘといった集落もこの町に属す。シュトルツェナウという地名は1370年2月23日の文書に初めて現れ、それ以後広く使われるようになった。これは、ストールズアウェを意味しており、ストールテナウエイ、ストールテナウ、ストトセナウ、ストールトセノウ、ストールトセノウといった表記がなされていた。シュトルツェナウは、たびたび法や白の都となった。 1503年の荒野博、フリードリヒの死によって、荒野博領全域は、霊園として、ブラウンシュバイクリューネブルク公領に編入された。1594年、この町は85棟の民家を焼く大火に襲われた。30年戦争の衝撃と混乱もこの町を向きずに、してはおかなかった。皇帝軍の司令官、ティリー博は1625年8月15日に、 シュトルツェナウを占領した。しかし、同年10月26日には、デンマーク軍がこれを奪回している。その後、この町の占領軍はたびたび入れ替わり、繰り返し包囲を受けたことで甚大な被害を被った。ペストや発熱性の皮膚病といった病気も、住民の命を奪っていった。ベストファーレン条約後も何年も再考ができないほど、この町やその行政管轄区は衰退した。 七年戦争ではフランス軍占領下で震災をなめた。1815年以降になってやっと経済的発展が始まった。1828年に現在の教会が作られた。1885年に現在の町役場の組織が据えられた。1884年にこの町は新たに設けられたシュトルツェナウ軍の軍長所在地となった。 軍の行政機能は1932年まで旧城間に置かれた。その後城間は勤労放仕隊の施設に利用された。1945年以降は住居として用いられた。上間は1965年に取り壊され、跡地には新たに実家学校が創設された。活発な建設工事がなされたにもかかわらず、町の古くからの中心部は基本的性格に、 中世の面影を止めている。シュトルゼナウでは主にプロテスタントのルター派、またはローマカトリックが信仰されている。この他に新首都派教会やイスラム教の信者もいる。シュトルゼナウの長議会は20議席からなる。前職クラウスデラの政居にとも2013年12月11日の長長選挙でハンス・ヘルマンシュタインマンがフリートハイム G メンに勝利し、 町長に選出された。常日の単位区間では、ハンドボールクラブ h s g ク組、シュトルツェナウのホームゲームが行われる。2009年に SC シュトルツェナウと MTV シュトルツェナウとが合併して設立された VFB シュトルツェナウは、会員数750人を超え、10種類のスポーツ部門を有する、この町最大のスポーツクラブである。旧軍長所在地で、 下級中心のシュトルツェナウには、中級中心に、遜色のない社会資本が整備されている。多くの館長がこの町に拠点を置いている。シュトルツェナウはまた、ニーインブルク、ベーザー軍南部のショッピングの中心である。町の中心部のほか、周辺にもいくつかのショッピングセンターがある。さらに、軍南部の住民の多くがシュトルツェナウに、職場がある。シュトルツェナウの経済は主に農業。 合成樹脂化工業、砂利採掘業によっている。この町には、ドイツ最大の人工比較工場がある。この会社は、フォルクスワーゲンやオペルといった大手自動車メーカーに、製品を納入している。水路、編集ベーザー側は近郊に位置する民電の水路ジャンクションを介して、国際的な内陸水路に、シュトルツェナウを結びつけている。鉄道、編集最寄りの駅は、 町の中心から東に約3キロメートル離れたレーゼシュトルツェナウ駅である。この駅はローテンブルクと民ン,ン。平日は2時間ごとにポルタエクスプレスがニンブルク民ン,ンビーレフェルト間を運行している。週末には同じ運行間隔でローテンブルクフェルデン、ニンブルク民ン,ン間のベーザーアラー鉄道が利用できる。バス路線。 編集ニーインブルク軍交通会社のバス路線が、シュトルツェナウと、ウフテ、ニーインブルク、ベーザー、シュタヤーベルク、レイコールロックム、ブンストルフトを結んでいる。道路、編集、シュトルツェナウにはかつて固有の日刊誌、シュトルツェナウアーボーヒエンブラッドがあった。現在、シュトルツェナウでは、ニーインブルクの日刊誌、D ・ハルケが読まれている。さらに、 1> 約1万5千部発行される月間のルントウムシュトルツェナウやブリックプンクとニーンブルクがある。ありがとうございます。